それではこれより生徒会会計マニューダ楓と非協力傾向生徒ジャバミウメコによる公式戦を始める。どうなっちゃうんだよ。どうなるの。生徒を目の前に続けて役員がジャバミウメコに負けるなどあってはならない。でも楓くんが勝つと彼の力が増す。今回はトランプを使ったオリジナルのギャンブルで勝負してもらう。なお、チョイスポーカー。チョイスポーカー。使用するカードはジョーカーを除いた52枚のカード。基本的なルールはポーカーと同じ。5枚の手札を一度きりチェンジし、役の優劣を競う。ただしこのポーカーにはホールドもコールもない。プレイヤーができるのはベットとレイズのみ。上限なしで、より金を積んだ者に選択の権利が与えられる。何を選択するんです。強い順か弱い順か。選択の権利を得た者が強い役が勝つか弱い役が勝つか選ぶことができる。金さえ積めば豚を最強の役にできるということで、我が学園にふさわしいギャンブルだろう。賭け金は無限だ。限界までやってもらおう。賭け金無限。お互い依存はないの。結構です。ああ、それではチョイスポーカーを始める。終わった。何やる前から諦めてんの。せめて応援しよう。バカですか。なんでこのゲーム、ジャバミ先輩に勝ち目はない。なんでこのギャンブルは選択権があれば弱い手札を強い手札に変えることができる。つまり金がある方がルールすらも支配できるってことですよ。いやでもほら、ゆめ子も結構お金持ってるしさ。生徒会をなめない方がいいですよ。チップは1枚1000万円とする。何枚用意する。私は手持ちの現金が3億1000万円ですので31枚でお願いします。ほらね。マニューダはどうする。100枚もらおう。10億ね。まずは参加費だ。お互い1枚ずつ出せ。カードを配布する。豚の協力についておさらいしておきたいのですが、豚の場合より強いカードを1枚でも持っていた方が強い。例えばキングを持つ豚と銃を持つ豚ならキングの方が強い。うん、ありがとうございます。わざとらしく豚狙いをアピールか。小賢しい。まあそんなひねくれた意図はありませんよ。では2枚チェンジします。1枚チェンジ。手札は確定した。ベッティングに移る。10枚ベット。1億。ジャバミ、レイズは10枚レイズしましょう。計21枚です。21枚。いきなり持ち金3分の2。もうマニューダ、レイズは必要ない。ジャバミ、選択しろ。強い順か弱い順か。そうですね、強い順でお願いします。強い順。それではショータウン。豚です。豚だ。両者豚、エースが含まれている。ジャバミの勝ちだ。よし、勝った。これでやめられないかな。言ってたでしょ、限界までって。限界っていつまで。知りません。もう